コロコロ落ちるとさ、もったいないよ。品種なんかはもう消えてしまった。いや、品種を買い取ったけどね、こっちはできとうけど向こうはできてないね。どこ？そっちもブルーベリー。これもね。そうそう。あ、じゃあ、それなんだこれ。これなんね。あ？枯れとん？違う違う、枯れてはないと。できるの？できる。去年できとったよ。あ、そうなん。もう買い取らないとボロボロ落ちていくぞ、これ。落ちと、うん、まだ落ちてない。うん、落ちる寸前。落ちる寸前か。うん。もうこんな見て、ちょっとしたらもうポロッと取れるやろ。またできるやろ。うん、だけど取ってやったら、うわ、こんなん育てて、こんなん一個ずつ取って、そして売るんやか。いや、そうやろ。あー、たまらんね。手間の方がかかりそうや。手間かかるやろうね、これ。手間かかるよ、一個一個取るに。普段あれかからんけね、普段の手間は。まあね、多分俺はもうほったらかしやけど。うん、あんたはほったらかしやろうけど、大きくするためにはやっぱ目摘みとかするんやないん。うん、スタバすると思う。ね、こっちは全然大きならんで。あの、これ影になりすぎた。これを。かもしれんね。うん、こっち出してやんなさい。せっかくこれだけなるよ。こっちのニラも結構でかいよ。サザンハイブッシュか。そうよ、日当たるとこ出したい。こっちがティフ。